ショート河野純喜、ツーアウトになりました。7番ショート平塚。ショート河野よく動きましたね今。そうですね、あ、これもいいプレーですよ。やはりね、若い選手たち、もうスタンディングメンバーで出てる選手たちはね、ああいう際どい動き、補給してからのスローイングに立て直すその速さですね、これがやはり見てていいですね。そうですね、バッターボックスに入る平田。さあショート、アウトの中に入りました。エンタイトルトゥーベース、ヒットとエラーです。よく追いつきましたけどね、これアウトにしたらもう超ファインプレーですけどね。そうでしたね、ここまでは良かった、これはしかし中村さん余談なんですけど、今ピッチャーの頭の上を越えてそのコーナーよく追いついたでしょ、はい、人工芝であればもう全然届かないんですね。なるほど、だからこの辺りにその人工芝の野球とこの甲子園のような土のグラウンドの野球とね、ものと野球の内容も変わってくるんですね。そうですね、そういう意味では土のグラウンドの方が面白みはありますね。そういうことですね、でただ人工芝であった場合はもう完全に出し